かるんですけども、リンゴの食べ方も手かとマリモと違ってて、箸は手で持って食べないです。こうやってね、片手で押さえて、まあ、両手で押さえることもあるんですけども、顔を持ってて食べるんで、普段は地面に押さえ込んで顔を持っていくん で、皆さんにはね、後頭部ぐらいしか見えないんですけども、おやつの時間はこうやって足の上でね、食べてくれるんで、顔もね、少し見えると思いますし、さっきはね、リンゴ食べてる時が一番幸せそうな顔してるんで、可愛い、ニコッとした顔をね、してくれることもあります。で、こうやって食べさせてるのは、わざとやってるわけではなくてですね、サチもこの体勢が楽みたいで、いつの間にか定着してるんですけども、結構ね、体重がぐっとかかってるんで、ずっとね、この体勢続けると結構ね、足が疲れます。今サチでだいたい 5.5 キロぐらいです。見た目がね、大きいんで、結構皆さんね、向こうのお部屋でガラス越しに近くで見たりすると、わー大きいって言われることが多いんですけども、猫よりちょっと大きいぐらいなんです。この体がモコモコしてるんで、すごい大きく見えるんですけど、中身はね、結構小さいです。先ほどのね、尻尾、テカとマリモもすごい立派な尻尾持ってたんですけども、中身はこう、ギュギュギュッと、中身すごい細いです。これぐらいしか身はなくて、全部毛でモコモコになっててですね、体自体もモコモコです。耳の中とかもね、よく毛が生えてます。で、この毛ですけども、サチの見た目のこのベージュっぽい毛の色と、この辺ちょっと黒っぽく見えると思うんですけども、こうやって撫でると中に違う色の毛が生えてます。表面の毛はね、硬くて長い毛が生えてて、サチはね、ちょっとおばあちゃんということもあって、この辺少なくなってきてるみたいで、中のもう一層生えてる、中の柔らかい毛がこの黒っぽい感じの毛なんですけども、中の毛がね、ちょっと見えてますけども、この辺はですね、去年ぐらいから表面の毛の長さがちょっと短くなっちゃって、中の毛が少し見えてるんでこんな色になってるんですけども、この表面の毛はですね、結構雨をこう弾いたりとかするんで、レッサーパンダ雨でもね、結構平気で外にいるんですが、サチはね、ここまでは大丈夫なんですけど、ここが雨に濡れると中の毛がね、びちょびちょになっちゃって、中の毛濡れるとすごいこうやってブルブルってやってもね、水弾かないんで、雨の日出さないようにしてますが、もし濡れちゃった場合は、今こうやってリンゴをね、食べてるんですけど、レッサーパンダリンゴ食べてる時、結構もうこのことしか考えてないんで、これ触れます。普段こんなんで全然触れないんですね。なのでこうやって食べてる間にペーパータオルとかでパって拭いたりとかして、雨で濡れちゃった時にはケアをしてあげてますが、ほっとくとね、なんか自分で舐めても毛玉みたいになっちゃうんですね。この中の毛はこの黒っぽい毛ですね。冬用の毛です。もうね、レッサーパンダ4月から6月にかけて1年に1遍だけ毛が抜けます。なんかね、皆さん動物好きな方やったら夏毛冬毛とかっていうイメージがあるかもしれないですけども、レッサーパンダ1回しか毛が抜けなくて、春に抜けて夏からもうどんどん冬用の毛が生えてきてます。で、大体10月ぐらいにはね、綺麗に生え揃うんですけど、サチはおばあちゃんの毛もあって、大体ですね、2ヶ月ぐらい若い子に比べると生えたり抜けたりするのがね、遅いですね。なのでまだサチはね、こうやって尻尾触っても結構スカスカしてます。でもテカとマリモはね、もうこの辺とか触ると、今はまだサチはね、こう骨があるなってわかるんですけど、マリモとかはこの辺もうね、すっごいモコモコで、触ってもね、骨骨っていう感じがしないですね。で、今日ですね、だいぶ皆さん涼しくて快適と思ってるかもしれないですけど、今ね、26度ぐらいあるんですが、レッサーパンダ部屋の中今20度ぐらいまで下げてます。このね、毛が夏用の毛ではなくて、もう冬用の毛が夏でも生えてるんで、1年中涼しくしてます。まあ最高でも部屋の中は25度ぐらいにしてるんですけども、野生でもね、それぐらいの山の上の涼しいところに住んでる動物なので、動物園ではね、冷房は必ず、まあ、北海道の動物園はね、ないところもあるみたいなんですけども、絶対九州とかやったら冷房つけてあげないと、もう暑くて死んじゃいます本当に。でも今度はね、逆にこのモコモコの毛、冬はどんだけね、もう寒くてもね、まあ、0度切らなきゃいいって言われてるぐらい寒さには平気で、すごい雪降ってね、部屋の中が3度ぐらいの日でも結構ケロッとしてます。なのでこれからの季節がね、涼しくなってどんどん活発になっていくんですけども、今日はね、まだちょっとね、暑いみたいで、先ほどのマリモも外に出てなかったんですが、サチも一応ね、この後木に登って
出ると思うんですが、カジはですね、やっぱりおばあちゃん、なんでおばあちゃんっていうところがポイントなんですけども、暑さもね、少し毛がまだ毛の量が少ないんで、27度ぐらいでも結構外にいることが多いんで、もしかしたら今日はね、ずっと外にいてくれるかもしれないです。で、今元気にね、木に登っていきましたけども、17歳っていうと、もうね、この年まで生きられなかった子もいるぐらい、まあそれぐらいおばあちゃんですね。一番長く生きても22歳が最高記録です。で、今生きてる子たちでも21歳の子たちが一番年上なんですけど、レッサーパンダは日本の中に240頭ぐらいいるんですが、21歳になった子がですね、今生きてる子2頭か3頭かそれぐらいしかいません。実はこの1個下の子はね、1頭しか、1頭が、ね、今生きてるかどうかわかんないんですけども、